プリウス Z ハイブリッドですね。上野付です。おー、すごい。金額は一番こだわりました、メーカーさん側のね、はい、すごいな、このガソリンの量であと170キロ走れるんですか。どうですか、運転してみて。正直な感想、はい、はい、ってことでここの別荘用に1台、はい、まあ、ね、移動用にね車を買いました、はいはい、また買いましたね、はい、じゃあ早速見ていきますか。はい、じゃあよろしくお願いします。どんな車なんですか。この前クラウン買ったじゃん、はい、あれの少し小さいやつ。おそのクラウンはどうしたんですか、うん、今あるよガレージに。あるんですね。はい、プリウス、こちらです。すげえ、トヨタのプリウス。お、今まだないと思う、表に市場に出てないと思 う。まだ出てないですよね、全然納車されてないですよね、はいはい、プリウスは結構出てるけど、プリウス Z のフルモデリスタ、モデリスタ付き自体が出てないですからね、はい、でもプリウス Z HEV、はい、HEV ってなんだ。ハイブリッドの称号ですね。ハイブリッドです。で、色はプレシャスホワイト。よく聞きますね、はい、プレシャスホワイト、うん、それだけ覚えた。プリウスとどっちがでかいんですか。クラウンのが大きいよ。おお、うん、下ろしますか。いや、何台目ですか。もう分かんない、ビューの綺麗なところで下ろしてくれるって。じゃあ早速行きましょう、うん、行きましょう。いいね、このビューがね、まあ、納車は何回やってもワクワクするよね。え、この後来るのが、まあ、ガレージにプリウスもう1台ととフェラーリの F8, F8。 それで一旦落ち着きます。それで夏まではないかな。で、夏にハイラックストラックねが入ってくる。また買うんですか。あ、もう買ってある、去年。あ、そうなんですか。去年買ったやつ。もうガレージパンパンじゃないですか。ガレージパンパンだね、うん、でもほら今ほら東京にも支店作るし、車は分散していこうかなって思ってるから。じゃあ早速下ろしてもらいます。はい、じゃあお願いします。ここ最近で一番小さい車だね。俺も撮ろう。じゃあ早速紹介していただいてよろしいですか。いや、今回ですね、ご納車させてもらうニュージーズマさんのお車ですが、プリウスの 2.0Z ハイブリッドですね。プリウスが納車が始まってないからですが、パノラマルーフ付きのフルモデルイースタのアルミホイルを巻いたお車をやっとご納車させてもらうことになりました、うん、プリウス自体は結構納車されてますもんね。もうプリウス自体は納車させてもらってるんですけど、うん、Z のグレードでこのパノラマ付き、うん、これがもうなかなか納期が出ないようなお車になりますので、そうなの、まだ出ないんだよこれ。おめでとうございます。ありがとう。一旦外装を見ていこうか。そうですね、じゃあ外装から。一旦外装で。じゃあ今回ですね、先ほども説明させてもらったんですけど、モデリスタのエレガントアイスというグレードの AR パーツを前と横と後ろに、はい、今回モデリスタ2パターンありますもんね。そうですね、はい、のエレガントな方。ちなみにどこがあるの、うん、こっから下だね。こっから下がそのモデリスタ、はい、あとフロントとサイドと、うん、サイド、ここもいいか。そう、うん、でホイールもモデリスタ。そうですね、うん、標準で19インチをもともとかっこいいのはついてるんですけど、うん、まあ、この中でまたブラックポリッシュっていうカラーのものを今回取り付けをさせていただいてます、うん、はい、HEV です。 Z グレード、プリウスでいうと、まあ、フラグシップになります。そうですね、はい、でパノラマルーフ見て、上のづける。お、うん、すごいですね。そう、星空を見ながらドライブを楽しむっていう車です。あ、はい、開くんですか、うん、開きはしない。開きはしないです。雨殺しです。そう、開かない。雨を感じられない。雨は感じられないね。雨を感じたらマックは食べれないってことなんですね。そう、それはしょうがない。じゃあ内装の方、今回 Z だと内装がカラーっていうのは
はブラックとですね、うん、真ん中のあのインテリアイルミネーションっていうのが横に長く光っておるんですが、はい、あそこはオプション設定で赤色にも設定ができるんですけど、はい、こちらは今回は標準のパッケージングで、うん、はい、ご準備させていただいています、はい、どう？結構クラウンに似てるよね。似てますね、うん、モニターとか、うん、あでもここがちょっと違いますよね、うん、ここすごい。あ、本当だ、なんかかっこいい、うんうん、かっこいいね。ここはまあシンプルですね、うん、ちなみに前回のプリウスとなんか違う点とかってあるんですか？前回のプリウスは分かんないデザイン大きく変わりましたよね。変わりましたね、うん、はい、かなり燃費とかで今までは重視をしてたんですけど、うん、まあ、燃費を置いといて走行性能とか、はい、まあ、あとかっこよさ、スタイリッシュさっていうのを今回プリウス売りにしております。じゃあなんか外側が結構変わったって感じですか？そうですね。おー、ちなみにこれ、このモデルが納車されるのはどんぐらい待たないといけないんですか？早い方で水島さんのこの速さなんですけど、はい、遅い方は2年以内と言われてます。あー、じゃあ、そうだよ、あれと同じですね。あれですよ。何？でかい車。でかい車ランクル。あ、ランクル、ランクルランクルが出てこなかったランクルとほぼ同じじゃないですか。うん、未だに待ってる人いますもんね、たくさん、はい、まだかまだかと毎日言われております。まあ走ってる台数も増えてきてますから ね、 そうですね、なおさら言われるでしょうね。もうあの7月1日のオーダー分はできた感じですか？そうですね、はい、全部できてます、うん、そう、最近結構ペースが早まってきてますね、はい。トランク広いね。広いっすね、うん、ただあの高さはそんなにないのかな。そこは仕方ないんじゃないですか、うんうん、あと何か聞きたいことある？もう金額ですかね。金額か。金額は500くらい。え、そうなんですか。だいたい Z でフルモデリスタ、フルオプで500万くらいですね。ですね、フルオプで500万、だいたい500くらい、うん、いいですね。何がいいの？僕もっと高いとプリウスだよね、プリウスだからね。いや、だとしてもプリウスで500万だからね。もっと高いと思ってました。プリウスで500は十分高いですよね。そうですね、まあ、プリウスがまあ皆さんに乗ってもらいやすい価格設定もしてるんですけども、うん、まあ、その中でこの車は Z の一番フラッグシップのグレードになりますので。安いのだとどれくらいから乗れるんですか？安いのからでいくと300万ちょっとから車両本体設定されてますので、うん、そうなんですね。そう、見た目はそんなに変わんないけど、まあ、そのオプションだったりこの、ね、装飾品だったりで変わってきます。グレードでいうと、Z とそれ以外って何が違うんですか？まず、うん、アルミホイールはついてるんですけども、うん、ホイールキャップがついてたりとか、うーん、その下の上になると鉄チンのホイールにホイールキャップついてたりとか、はい、ホイールだけの違いですか？ホイールの見た目、あとはシートが、合皮とファブリックの違いもあります、ね、うん、あ、なるほど。あとはもちろんこのパノラマルーフも設定ができないグレードになっちゃいますので、はい、うん、はい、あ、パノラマルーフは Z だけなんですね。 Z だけです。まあ、贅沢装備がたくさんついたプリウスです。究極の質問していいですか、はい、一番ここにこだわりました。誰のこだわり？あ、メーカーさん側のね、はい、メーカーさん側の、はい、はい、じゃあまあまあまあ、まあ、トヨタさん側のこのプリウスにかけるコンセプトとして、まあ前のモデルのプリウスがですね、やっぱりあの好き嫌いが結構分かれる、うん、顔つきであったりとかデザインやったので、うん、まあ、今回そこのお客さんの層であったりとか、うん、はい、やっぱりプリウスってかっこいいなっていうお客さんをまた取り戻そうっていうのがコンセプトで一つあると思います。デザインですね。そうですね、デザイン今回の評判いいですもんね。そうですね、誰が見てもやっぱりかっこいいと言ってもらえるようなお車に仕上がったんではないかと、うん、だってクラウンとあんまり変わんないよね。確かに、パッと見でどっちが人気ですか？まあ人気なのはやっぱりプリウスの方が人気だと思います、うん、売れるよそれは。まあ値段とかも、ね、そう、同じ人も同じ感じだったら、うんうん、あっち800ですもんね。そうですね、主婦がスーパー買い物行くのにさ800万のクラウン買わないでしょ。2人乗ったらどうなんですかね。それはこれから試してみたいと思います。じゃあ、使い方の説明中一度見て、はい、ざっくりそのインパネの周りの方の説明とかをしていただけたらなと思います。はい、
静かだな。これだね、パノラマ、まあ、これがちょっと手動なんかの子も残念やなと思ったんですけど、はい、うん、これ低めだね。これはもう標準になってるんですか、今は。そうですね、これがもうデジタルが標準になってるので、うん、この Z グレードは、はい、はい、そう、デジタルミラーね、すごいですね、後ろが。あとはもう Z グレードに標準になってる、うん、やっぱりこの 12.3 インチのこのモニターが皆さん欲しいとおっしゃれるので、うんうんうん、はい、必然的にやっぱりこの Z グレードが売れちゃう形になりますよね。じゃあ今 Z グレードが一番人気ですか。そうですね。なるほど。この運転席のモニターかっこいいですね、うん、こっち、はい、レーシングみたいな感じです、うん、そう、まあ、スポーツカーみたいな感じのコックピットになってるのも、うん、はいはい、結構今回乗り心地というか座った感じが変わったなとよく言われます、うんうんうん、この辺の操作系は。そうですね、まあ、この辺はもうあのクラウンと、うん、ほぼ同じような操作形になりますので、うん、はい、ニュートラル、はい、電動パーキング、はい、うん、でバックとリアでパーキング、はい、そんな説明するところもないですよね。そうですね、一度もうクラウンを納めさせてもらっているので、うん、はい、あんま変わんないですもんね、まあ、あとはこのクラスだけシートのベンチレーションとシートヒーターが、うん、はい、3段階で、うん、はい、モード調整ができますので、うん、この辺もクラウンと全く一緒かなと、うん、装備でいうともう普通に高級車の装備ですよね。そうですね、この辺りは、うん、この青色の光は変えられるんでしたっけ。これはオプションでもう赤か青か選択だから、はい、もう先に選んじゃってこれで固定。そうですね、うん、青の方が近代的でかっこいいでしょ、はい、僕中二病なんでこういうの大好きです中二病カタログは赤でしたよね。そうですね、うん、赤押しでしたよね、はい、静かなんじゃん、これだって今エンジンかかってるもん。え、そうなんですか、これエンジンかかってるんですか。かかってるっていうか、まあ起動してる感じですかね。そう、電源オン状態、うん、すごいですね、静か、うん、これなんですか、このなんか CD 入れみたいな。これです。ここはね、置くだけ充電、置くだけ充電が Z グレードは標準でついてきます、うん、あ、標準でつくんだ。ただ携帯側に QT っていう規格のものがついてないと、はいはい、充電ができないんです。まあこんな感じで、はい、はい、いいですね、うん、ちょっとだけ走ってみる。じゃ あ走ってみましょう、ね、うん、じゃあ早速ね、初走行行きたいと思います。よろしくお願いします。はい、新車の匂いが。新車だね、最近新車しか乗ってないね。うん、スムーズだね。すぐエンジンかかっちゃう。排気量は2リッターですか。2000ですね。同じ時期に出たんですか。ん、プリウスの方が後に出ましたね。プリウスは1月10日に発表になったんで。ああ、そっか、オートサロンで発表してましたか。そうですね、公共の場に出たのは新年の駅伝で、はい、中継車で走っていたのが一番プリウスが早かったんじゃないでしょうか。グレーのやつですね。はい、実際はどの色売れてます。やっぱり、うん、このプレシャスパールが。あ、そうなんですね、はい、グレーはそうでもなかったですか。ですね、最初かっこいいなって声上がったんですけども、はい、うん、やはり無難なところ日本人は行っちゃうんでしょうか。なるほど、結構これがあんま好きじゃないかも。映像、うん、映像がここが狭くて、これがすごく視界に入ってくるから、うん、この動きがすごく違和感ある。まあ、普通に走る分には物足りなさはないんです、ね、馬力でいうとどれくらいあるんですか。馬力は120弱ぐらいですかね。うーん、走ってる感じあります。走ってる感じは、まあ、まあまあロードノイズは入ってくるかな。あと、まあ、この辺の安全装備がね、やっぱ最近ですよね。クラウンもだし、ランクルもだし、線を越えた時に前はこう音とかハンドルの振動で知らせてくれるだけだったけど、ちょっとこう雪道走ってて、はい、溝に足元すくわれたような感じになっちゃう。ブレーキが自動でかかるんですかね。ブレーキ自動でかかって、あのハンドルもちょっと補正入るような、はいはいはい、うん、アシストが入るような感じになってる。だこうやって線踏むとちょっと減速してハンドルグッて取られる、なんか違和感があるかな。慣れたら大丈夫、うん、慣れたら、あ、超えちゃったんだなっていう感じがするけど、これウインカー出しておくと回避できる。あ、回避ですよね。はい、なんかエコモードで走ってもらってま
。あ、今エコなんですね、はい、じゃあモードをちょっと変えてみます。スポーツモードで。おお、うん、一気に変わりますね。変わるね。その分燃費も変わります。変わりますね。悪くなりますね。もう普通車みたいな燃費になっちゃう。どうですか、ね、今結構乗ってるじゃないですか。5分ぐらい。もう10キロだった。今10キロ走った。おお、どうですか。ん、これどっちがあれですか。これがオドメーターですか。こっち170のこっちですか。あ、10キロがオドメーターですね。あ、10キロがオドメーター。170は航続可能距離の目安になります。うん、すごいな。このガソリンの量であと170キロ走れるんですか。そういうことになります。すごい。ランクルだったらもう50キロぐらいしか走れないですもんね。はい、画面に収まりきれないんですよ。満タンで500キロぐらい走る。満タンでもうちょっと走るかな、うん、リッター30ぐらいだいたい平均で出るので、うんうん、じゃあカタログ燃費でどれくらいなんですか。これはカタログ燃費で27、8が表記やったと思います、うん、実燃費で言うと実燃費がやっぱり24、5ぐらい、うん、最近の、うん、燃費の、うん、あの表記の仕方も変わりましたんで、うんうん、実際乗った、うん、お客さんが乗った時の数字と、うん、あまり乖離がない数字を表記しようというのが変わりましたので、はい、なるほど。ほぼ目安にしてもらってもいいんじゃないでしょうか。結局満タンでどのくらい走れるんですか。そうですね、前のプリウスでも満タンでだいたい1000キロくらい走れているので、うんうん、ただ今回そのタイヤのサイズが大きくなったりとか、うん、走行性能っていうのを追いかけていったらちょっと燃費はやっぱり若干ではあるんですけど、うん、悪くなってます、うんうん。ただプリウスの中でもやっぱり燃費ってことであれば小さいタイヤを履いたニューグレードですね、うんうん、中間グレード以下のやつを選んでもらう方がいいんじゃないでしょうか。でもリッター20何キロなんてもうタダみたいなもんじゃん、ガソリン代。そうですね。そうだよ。はい、こんな感じでまだかなり希少なプリウス Z の旅でした。まあ普段の足にはいい車だよ。気にせず走れるし、すごかったっす。よかったよね。中心がぶれなかったですね。中心がぶれなかった、はい、うん、どうですか運転してみて。うん、正直な感想、ワクワク感は全くない。正直すぎますね。でもまあ用途によってね、車も用途によって使い分けるものだから、普段履きのスニーカーとしてはかなりいい車なんじゃないかな。フラットすぐにいいですよね、うん、そう。じゃあちょっと外出て、うん、はい、はい、ちょっとこう、はい、はい、そんな感じでいろいろと、はい、まあ、乗ったり、うん、説明したりといただきしていただけましたが、うん、はい、どうですかプリウス。はい、まあいい車だよ。ただこう男心をくすぐるようなさ、興奮しないってことですか。そう、ワクワク感はないけど、まあそもそもそれを求める車じゃないしね。そうですね、うん、でまあ車の走行性能とかそういうのはよく分かんない、うんうん、でも普段からさ結構いい車ばっかり乗るようにしてるから良さが分かんないけど、でも気づかないってことはいいんだと思う。そういった車に劣る部分があったらやっぱ気づくじゃん。でもそこでなんかこう違和感だったりちょっとこう物足りなさっていうのがあんまり感じないってことは、このくらいのクラスの車としてもまあ性能かなりいいんじゃないかなと。まあまだねこれ旬な車だと思うんで、はい、プリウスの、はい、プリウス Z のフルモデリスタ、富山と別でここの拠点用の車を購入したんで納車してもらいました。ここに1台と富山のガレージにもう1台来るってことですよね。そう、富山用の足用の車とここ用のプリウス。じゃあガレージ用の来たらまたドライブ動画撮っていけたら、ね、いいね、うん、しっかり撮ろうなと思ってる。今日はこの後ね、あの物件のリフォームの打ち合わせもあるから。そうですね、いろいろと立て込んでるんで、うんうん、今日はこんな感じで締めて、はい、こんな感じで終わりにしたいと思います。プライベートで車結構買ってるから、はい、そういった車の紹介、自分が買った購入品紹介かな。他の動画ではね、他の車の紹介動画とかも撮ってるんで、車好きな人はね、ジャンル問わずたくさんいろんな車紹介してます。そうですね。メインで言うとお金を稼ぐための知識やマインドの配信、まあ、そこをメインでやってます。なんで今このプリウスに興味を持ってこの動画を見た人、これをきっかけでね僕のことを知ってくれたと思うんで、ぜひねここからお金を稼ぐための知識やマインド、こういったライフスタイルを送るための知識やマインドも身につけていただけたらなと思います。そのためには動画の概要欄にある LINE 公式登録していただければ無料で段階的に教えてるんで、ぜひねそっちも入手してみてください。期間限定です。期
期間限定で無料で入手できるので、無料だけど期間限定、マインドとか稼ぎ方を学んで自分が買いたい欲しいものを買えるように一緒に頑張っていけたらなと思うので、ぜひ、まあ、そんな感じで今日はプリウスだったので、また次回ドライブ動画改めて撮っていきたいと思います。はい、じゃあ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。お疲れ様です。プリウス Z ハイブリッドですね。上野付けです。おー、うん、すごい。金額は一番ここにこだわりました。メーカーさん側のね、はい、すごいな。このガソリンの量であと170キロ走れるんですか。どうですか運転してみて。正直な感想、